おはようみんな、あるいはこんばんは、こんにちは、なんでもいいです。でもこれからジャーネルタイムやっていきます。その前にまだビデオ止めないで、一回イントロ見て、そしてまた戻ってきます。はい、皆さんこんにちは、ライハースタチカーの柴です。そして今日あなたに会えてめちゃくちゃ嬉しいです。見てくれてありがとう。本当に今日ジャーナルタイムを通してあなたの人生に何か起きることを信じてます。今日は28日目です。28日、あと3回、今日入れてあと4回でこのジャーナルタイムの1ヶ月ジャーナルが終わります。おー、すごいね。もうここまでやってきました。そして今日みんなと分かち合う聖書箇所は詩編の23-6からです。これからジャーナルをしていくけれども、ジャーナルが何なのかわからない人は一回ここでビデオを止めて、そしてこのジャーナルタイムのエピソード1に戻って、ジャーナルが何なのかというものをぜひ見てみてください。そしてじゃあ今からジャーナルをしていきますが、ぜひ今このうちにノートだったりデバイスだったりペンだったり書くものを用意して、一緒に神様の言葉を今日も受け取っていきましょう。今日の詩編23-6を読んでいきます。生きている限り主の恵みと慈しみが私についてきます。やがて私は主の家につき、いつでもそばで暮らすことでしょう。生きている限り主の恵みと慈しみが私についてきます。やがて私は神様の家につき、いつまでもそばで暮らすことでしょう。いいね、いい聖書箇所ですね。みんなはこの聖書箇所から何を語られますか？じゃあ今から実際にジャーナルをしていきましょう。今日は6月の11日、そして聖書箇所は詩編の23-6です。じゃあいつも通り自分の言葉で大丈夫です。書いていきましょう。できました。みんなはできましたか？まだ書いてる人、今ここでビデオ止めてまだ書き続けて大丈夫です。でも今日のこの詩編23-6、自分が何を語られたのかをみんなとシェアしていきたいと思います。詩編23-6、神様のいいものが自分の人生にはついてくる。追いかける人生なのではなくて、自分が 歩いていくとき、その神様のいいことが自分についてくる。努力なしで。そして自分はいつかその神様のそばで楽しく過ごすことが楽しみ。今日も一日期待していこう。これが自分の今日のジャーナルです。みんなはここから何を語られましたか？ぜひあなたのジャーナルコメント欄にシェアしてみて、そして一緒にこのジャーナルタイム分かち合っていきましょう。じゃあ最後に祈って終わっていきたいと思います。神様、ね、あなたのいいものが俺たちの人生についてくる。あなたは俺たちに素晴らしいものを毎日毎日与えてくれることをありがとう。本当に今日もそして明日もあなたの良いことで満たされた人生歩んでことができるように期待しかないです。本当にそんな人生をくれてありがとう。イエス、あなたの最高の名によって祈ります。みんなで一緒にエイメン。ありがとうございます。今日も拍手していきましょう。もし今日このジャーナルタイムがいいねと思った人、あるいはこの詩編の23-6の聖書箇所がいいなと思った人は、この YouTube のぜひいいねボタンを今押して、そしてまだライフハウス立川のチャンネル登録してない人、もっともっとこのライフハウス立川のビデオを見ていきたいなと思う人は、ぜひ今チャンネル登録をしてみてください。じゃあ皆さん、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。次回のジャーナルタイムはローマの8-39からシェアしていきます。楽しみだね、これも。じゃあ皆さん、また次回のジャーナルタイムで会いましょう。
じゃあ今日一日、あるいはもう寝る人はおやすみなさい。そして、今日一日これから過ごす人、素晴らしい一日を。またねー。